こんにちは、さあやです。サンバを踊りそうな感じでしょ。今絶賛目変わり中ということで、今日は目変わりのおすすめアイテムをね紹介していきたいと思うんですが、今日私が選んできたアイテムは今私が実際にすごくお気に入りでぜひみんなにも使ってほしいなっていうアイテムと、その秋に向けて使ったら可愛くなるようなぜひねゲットしてほしいアイテムもピックアップして持ってきました。プラス後半ではですね、今回の目変わりで私がすごく注目している、新作のコスメ、新色コスメをちょっとねそれもまたピックアップしてご紹介していきたいと思います。ポイントメイクを重視で持ってきたので、目元、チーク、リップっていう感じでちょっと順番にやっていきたいと思います。でまずアイシャドウ、一つ目はもう私が何度押しているのかというね、もうちょっと皆さん見飽きてしまったかもしれないんですけど、こちらウェイクメイクのソフトブラーリーアイパレットの10番です。特にブルベさんにですねおすすめのアイシャドウパレットで、ウェイクメイクのねアイパレット本当にねどの色もすごく素敵なね組み合わせで大好きなんですけど、特に私はねこの10番が推しなんですよね。ブルベおすすめコスメの中でも紹介したことあるパレットです。白みを足したようなサイドが低く明度が高いカラーになっています。なんか秋っていうとさ、ちょっとこうボルドーとかさ深い色味みたいなイメージだけど、最近は深みはあるけど軽いみたいな重くない感じの色味が多いなと思ってて、ちょっと淡いけどでもくすみ飛んでその秋っぽさもあるっていうメイクにもすごく使えるなと思って選びました。ウェイクメイクのこのねアイパレット自体も本当に色の展開がさらにさらに増えてってすごく多い。この10番以外にも絶対ね好きなカラーが見つかると思うのでぜひチェックしてみてください。次がこちらです。ちょっと前に出たばかりのホリカホリカの新色のアイパレット、レターフロムスプリング。これ本当に大好きで、ベスコスでもですね紹介した本当に個人的に一番最近よく使っているアイパレットです。全体的にこれも白みを足したようなちょっとミルクティーのような柔らかいトーンのアイシャドウで、どっちかというとこうブルベナッツさん、イエベハルさんがすごく好きなカラーかなと思います。なんか割とね発色がいいっていうのが特徴なので、なんかナチュラルなアイシャドウってなんか逆についてんのかなみたいなぐらい淡すぎるものもあるんですけど、淡いけどちゃんと発色するみたいな感じです。とにかくね甘い感じのアイパレットなのでぜひチェックしてほしいです。秋になるとすごくね使いたくなるアイパレットの一つです。こちらデイジークのアイパレットの07番ミルクラテです。結構定番のねカラーなので持ってる方も多いかもなんです秋になるとちょっとこういうミルクティーみたいな紅茶のようなねメイクすごいしたくなるんですよね。イエベさん向けのアイパレットかなと思います。ほんと絶妙に違う組み合わせになっていて、そうなんかねパッと見似てるけど少しずつ違う、ブラウン系なので割とどんなアイシャドウと組み合わせても使いやすいんで、今日も私レターフロムスプリングっていうカラーとこのミルクティーをですね混ぜて、ちょっとミルクティー要素もあるけどピンク味もあるみたいな、このダブル使いを今日はしてます。ピンク系のアイパレットと混ぜたりするとブルベさんでも使いやすいし、このミルクティーの感じが柔らかい雰囲気なので結構どんな色とも組み合わせてもすごく可愛いです。そしてもう一つデイジークから16番のニットシリーズなんですけど、こういう感じでねニットのデザインが入ってるんですよ。なんか結構ちょっとモーブなカラーもあるし、レッドっぽいカラーもあるし、ベージュトーンのカラーも入ってて色味の差が割とあるタイプのアイパレットです。これもやっぱりこの秋冬になるとくすみトーンで、そしてまたちょっとカラーものも使いたいなってなった時とかにすごくおすすめのアイパレットです。おまけというかあれなんですけど、私が最近すっごく涙袋のアイシャドウでめっちゃハマってる単色アイシャドウがあって、アメリの219番ピンク色のマットのアイシャドウなんですけど、ちょっとね立体感が出るようなピンクマット白身ベージュみたいな感じです。すっごいぷっくりして見えるんですよね。肌のトーンと涙袋のトーンの差が少し生まれて、よりなんかここが短くなるみたいな感じがするので私はすごく気に入ってます。おすすめ、これに近い系統がこれかな。これはまあカラーものではないんですけど、こちらエチュードのカールフィックスマスカラボリュームブラックです。前回かなの動画で初めてですねちょっと開封して使ってるんですけど、本
当にねすごい好き。私はめっちゃ話題になってて、結構その好き嫌いが分かれちゃったマスカラかなとは思うんですけど、もともと私はこのエチュードのカールフィックスマスカラの普通のブラックがめっちゃ好きで、ストレートタイプのブラシでカール力そしてロング効果がある。それに比べてこんな感じで少しカーブがかってるんですけど、このカーブが私は割とこうねフィットして塗りやすかったんですけど、ちょっとこのカーブ加減が塗りにくいって言ってる方もいました。すっごいこう太くこうモサって感じでボリュームになるわけじゃなくて、スッとしてなんかボリュームというか濃くなるみたいな感じのマスカラなので、そのボリュームの認識の違いっていうのかな、それでちょっとこう好きじゃないかって言ってる方もいたかななんて思ったんですけど、私は結構こう束まつげにピンセットで合わせるのがこう好きなので、ここが長いのかな、私は結構下も塗りやすいなって思ったんですけど、でも塗りにくいって言ってる人もいた。まあそれはね人それぞれ目の形が違うからね意見が分かれて当然なんですけど、なので好きな人はめっちゃ好きだと思います。私は大好きです。カールキープ力もめちゃくちゃいいです。本当に逆に落としづらいぐらいで、ヒロインメイクのマスカラリムーバーと今はバニラ粉のねちょっと大きいアイメイクリムーバーを使ってるんですけど、そのダブル使いでやってでクレンジング、そしたらもうスルンと落ちます。やってみてね。次はチークです。推しに推している VDL のチーク、またかいって思ったかもしれないんですけど大好きなんですよ。08番カラーが特に推しです。本当に前回ぐらいの目変わりでようやくね登場してくれたんですよ。本当に嬉しかった。だからそれまでは目側で紹介したいのに紹介できないっていう、こうもどかしさがあったんですけど、もう今はね好きなだけみんなこれ買ってねって言えます。超絶淡い発色なんですけど、08番は若干ねこうね紫ピンクみたいな感じなんだけど、白みを足したようなチークで、粉質自体が割としっかりしてるっていうのかな、結構ブラシでファーって取っても粉飛びするみたいな感じが全然なくて、こんな感じできちんとこうブラシに含まれる感じだから淡い色だけど割とちゃんと色づくっていうのがすごく好きです。濁った感じで発色しないんですよね。くすみトーンのチークってのせてみたらなんか赤っぽくねみたいな、目で見た感じとつけてみたら割と違うなってことあるんだけど、この VDL のチークってどれも割とこの見た感じのまま想像のままちゃんと発色してくれるっていうのがすっごく好きです。マジで惜しい。こうちょっと毛穴カバーというかここら辺のブラーリング効果っていうのとかもあって、すごい綺麗に発色するし落ちにくいしめっちゃ大好きです。これはねちょっと前に出たばかり、じゃらーん、私はね韓国旅行に行った時に買ってきたチークなんですけど、昔ですねフィーはこういう四角くって丸の一色だけのジェルチークだったんですよね。で私それも結構好きだったんだけど、それがリニューアルされて出たのが全然形違うじゃんみたいな、このね2つの2色の組み合わせのチークプニッとした感じのこういうねチークなんですよ。でジェルチークって密着して落ちにくいし、自分のベースを生かしたままマットだったらマットっぽい感じで発色するし、ツヤだったらこうツヤっぽく発色するっていうのが私はすごく好き。ベースに塗ってここの一番高くなるとこだけこうちょっと濃くしたりとか、チークでもミックスする子はもうこれ1個で OK ですってぐらいベストな組み合わせで入ってるんですよね。で最近流行りのさこうちょっと鼻先チークとか顎先チークみたいなのにも使ってもすっごく可愛いです。ジェルでやると余計なっていうの馴染むっていうかフワンって感じになってめっちゃ可愛いの。私はね4色持ってて、でこの中で私は韓国で買ってきた色がこの2つで、これはですねたまたまその後フィーの方にギフティングでもらったのがこの2色だったんですよ。すごくない？動画でさやってもないのにたまたまもらったカラーが被らなかったっていう奇跡。全色出してみるとこんな感じなんですけど、単色使いでも可愛いしこう2色をミックスして使っても可愛いので、ぜひね自分好みの濃さとかに調節して使ってみてほしいなと思います。MV02 のラベンダーの方が私は好きかなって思ってたんですけど、この MV01 の方が特に一番よく使ってます。と撮影用にメイク濃くするんですよね、チークとか。なのでそれもあるかな、こんな感じ。めっちゃ可愛いです。続いてはリップに行きたいと思います。ホットタイプ、まず一つ目がフィーの ND01 です。これからさこういう系が流行りだしたと言っても過言ではないんじゃないでしょうかね。韓国に行った時もちっちゃなキーホルダーに入れてくれるみたいなイベントやってて、もうめっちゃすごい人だったんですよね。でそこからこう結構そういった
チークに使えたりリップに使えたりとかっていうこういうスフレみたいなタイプのものがいくつか出て中で、私がね結構好きだったのがウェイクメイクのオーバーブラーリングポット、私は06が好きです。どっちもおすすめなんですけど、比較しながらちょっと紹介していこうかな。チークはフィーの方が好きで、リップに使うんだったらウェイクメイクの方が好きです。でその理由をね、なんでかっていうと、フィーの方は本当にこうスフレのような柔らかい質感なんですけど、これね今ちゃんと押してるじゃない、押してるんだけど、で指に全然色がついてないの。なんか結構こうすくって取ったら色がつくんだけど、こうやって押してるだけだと超うっすらしかつかないみたいな。だからなんかチークでこうやってポン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 って使った時にすごく淡くふんわりと発色してくれるので可愛いんですよ。で私結構クリームチークって割と苦手で、塊でついちゃったりとか、なんかこうムラになっちゃったりとか、あとファンデーションと混じっちゃったりとかすることがあるから、クリームチークはあんまり得意じゃないんだけど、これはほわほわエアリーな感じで、チークに使った時にファンデーションと混ざり合うことがまずないんですよね。超軽くてふんわり色づく感じ、これで見たイメージよりもかなり薄く発色されるっていう感じなの。ウェイクメイクの方はもう少しスフレの中にもう少しなんて言うんだろうな、粘り気って言ったらちょっと違うんだけど、もうちょっと粘度がある感じで、こうやって触ったらさっきフィーはつかなかったと思うんだけど、こんな感じでウェイクメイクの方は割とつくんですね。色がこうのせてみるともう少しね、フィーのよりもこうねとっとしたような滑らかな感じっていうかながあって、こう塗っていくと割と発色もしっかりありますよね。どっちもリップにもチークにも使えるんですよ。私個人的にはそういう違いがあるなというふうに思っているので、その自分の目的が得意な方を選ぶといいかなっていうふうに思います。あとはね、やっぱまあフィーは色が30色もあるので好きな色選びやすいっていうのはあるかな。キンスのローグロージェルティント08番です。見た目もめっちゃ可愛いパープルのリップです。ちっちゃくてコロンとしててね、まずパケ秋冬にぴったりなね、くすみベージュピンクみたいなこんな感じ、ちょっとこうさヌーディーな感じとちょっとこう大人っぽいくすみトーンな感じ、グロスいらずですよね。でなんか割と私ヒンスのリップって結構サイド高いものが多いなっていうイメージだったんですけど、めっちゃドンピシャで好きなくすみピンクです。RD っていうより私は結構ピンクベージュに見えるかな。でしかもさ、このサイズ感なんですよ。だから持ち運びにもいいです。割とお直しもしなくていい。ただご飯食べたりするとちょっとはまあこのツヤが薄れちゃうっていうのがあるので塗り直したりするけど、結構色持ちもいいです。でツヤがこう後からじゅわっと出てくるようなオイルっぽい感じのツヤなので、もう本当に光沢感がすごく綺麗で、そしてこちらロム&のクラスティングメルティーバームの12番、これまた秋にいいんじゃないかという色で持ってきたので、このリップはすごいねトーンとしたようなね濃密な感じのリップなんですけど、色持ちはそんなに良くないんだけど、このちょっとヒンスにすごい似てるんですけど、ヒンスよりも透け感は全然ないです。唇に沿わせながらポン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 っていう感じで塗るのが結構おすすめの塗り方です。次がくすみとはまたかけ離れた色です。ちょっと後でまた話すんですけど、2本目半額っていうセールやってたのでどうしてもちょっと入れたいなと思って、で一番好きなカラー持ってきました。結構パキッとした青みに見えるんですけど、ストロベリーみたいな結構蛍光青みに見えるんだけど、割と使いやすいんですよ。好きな子好きでしょっていう感じの色ですよね。もうブルベさん大好きな色だと思います。ベージュ味とか一切ない、もうほんと明るめなんですけどでも使いやすい。なんか割と青みなのに馴染んでくれて、でねちょっとだけ中央に塗って、でこうちょっと周りは少ない量でぼかす感じにして塗ってもめっちゃ可愛いんですよ。こんな感じでナチュラルなカラーになってすっごい可愛いんですね。次がこちらです。またまたフィー、コロコロな形めっちゃ可愛くないですか。 3D リップ、私は韓国行った時に3色買ってきたんだけど、このフィーのリップって特徴的なのが 70% と 30% で同じ色味なんですけど濃度が違うリップが出たんですよね。だから結構こういう発色が濃いものはあえて30にして、発色が薄いものはあえて70にして濃くして使うっていうのが結構人気だったかなって思います。ちょっとシワのところに塗ったのでより
ぷっくり感がわかるかな。こっちから B01 の 70A03 の 30%A05 の 30% です。なのでこの2つが30、30の70です。で、70の方どんなリップの上につけても可愛いし、ナチュラルリップで本当場を問わずどんな時でも使いやすい。これがもう本当に青み感と赤みのすごいバランス取りみたいな感じの色味ですごく可愛いんですよね。このブドウみたいな 30% なんですけど、これね結構濃いリップをかなり薄めて 30% にしてるなっていう感じで、 30% でもかなりしっかりと色があるんですよね。なので単体で使ってもめっちゃめっちゃ可愛いです。なので私はこういうちょっとブドウっぽいみたいな感じのこういう色が正直あんまり似合わないんだけど、 70% にすると可愛くない、使いやすくない。こんな感じで今ちょっと長かったんですけど前半が終わりました。皆さん私におすすめの中で気になったものありましたか？ここからは個人的に今回のこの新作やばくないっていうアイテムをですねピックアップしたので紹介していきたいと思います。デイジークから新しく発売されるこのシリーズの新色ですね。これめっちゃ可愛くない？ソフトロージーブラウンパレット、ローズカラーにミルクティーブラウンが混ざった柔らかいカラーの新色です。なのでこのミルクティーにちょっとローズな感じが混ざってるのかなと思ったらもうめっちゃ欲しいですよね。他にもリップとチークが出てるんですけど、チークもめっちゃ可愛いですよね。シリーズに合わせてるのでこれ3つ使ったらもう雰囲気すごく可愛くなるだろうなみたいな。エスポアからこう久しぶりにですね新しいアイパレットが出たんですよ。4色出てます。結構これ色味も多いんですけど、なんとアイブロウからこう下まぶたまでこっからここまで完璧に作り上げますみたいなパレットなんだって。自分のパーソナルカラーに合わせて使ったらなんかおしゃれな目元になるみたいな感じのコンセプトです。なんだこのインテリアみたいなリップはと思ってちょっともう可愛いと思ってたんですけど、ハートパーセントから新しく出たリップで光沢感がこう綺麗なグロスを重ねてこうツヤンツヤになったみたいなリップが叶うというね。色の展開は多いんだけどそれぞれ全く違う異なる感じのカラーが入ってて、ブラウン系が割と多く出てるので家部亜希さんとかも好きなカラーがあるんじゃないかなと思いますね。ロムアンドから新しいリップが登場しました。ゼリーのような透明感のある滑らかなリップスティックなんだって。で、色持ちもいいらしいんですよね。透け感がある感じ、プルッとした感じとはまたちょっと違うらしいです。ちょっとずつニュアンスの違うリップの色味っていう感じで、これは逆にですね色を悩んじゃうっていうね。カラグラムから新しいカラーが出たんですけど、このカラーグラムって割とポップなカラフルなイメージ、発色がこう明るいものが多いイメージだったのにナチュラルなカラーが出たんですよね。マジ可愛くないですか14番。めっちゃ可愛いですよね。ウェイクメイクからまた新たに新しいパレットが登場したんですよ。もうウェイクメイクといえばねパレットの達人という風にもね言ってるじゃないですか。だからこうアイパレットだったりアイブロウだったりとかハイライトだったりとかいろんなパレットが出てると思うんですけど、今回出た新しいパレットがまためっちゃすごいもちもちフィットなカラーでマルチパレットらしいんですよね。ゼリー、シマ、マット、グロウ、グリッター、ゼリーマットって全部違うんだって。テクスチャーが全部違うから触ってみたくなりません？すごい一回売り切れたみたいなんですよ。でまた再販されたみたいなんで要チェックです。はい、今紹介したアイテムはもう完全に私の個人的な独断でですねピックアップしておりますので、今回紹介してない新作とかもいろいろあるんですけど紹介してくださいとか一切言われておりません。新しいものは今すぐ手元にないからちょっとなかなかね紹介できないので、こういう感じで紹介してみました。皆さんの目がなりの参考になったら嬉しいなと思います。すでに買ったものあったらぜひぜひコメントで教えてください。というわけでバイバーイ。